これ。おとなしくしやがれ。すまんすまん。これ。こいつはどうだ？お前って本当にせっかく。おとなしくしやがれ。こいつはどうだ？仕上がれ。やっ、はい、こいつはどうだ。
となしく仕上がれ。こいつはどうだ。すまんすまん。早く投降しなさい。ちょっとビリビリさせないと。お前って本当にせっかちだな。お前って本当にせっかちだな。Thank you.
なあ、聞いたことあるかい？放浪寮に変わったやつがいるって。お前って本当にせっかちだな。
の収穫だ。結晶を出して。あ、結晶の色がますます濁ってる。トワリン、一体どんな苦しみを。とにかくまずはこれらの結晶を浄化しよう。違法の旅人、お願いだよ。この目で見ていなければとても信じがたいが。面白い。まるで酒のろ過のように澄み渡っていく。これだけ涙があれば十分だ。次はこの前みたいに涙を天空の。マジ？前とは全く違う感じがする。風元素活発になってきたね。これなら問題ないはずだ。ありがとう。それでどこで風魔竜を呼べばいい？モンド城内はダメだ。失敗したら取り返しのつかない事態になる。このワイナリーも。ああ、ワイナリーがなくなっても大した損害にはならないが、やめた方がいい。海風、もしくは高いところを吹く風は詩人の歌声を遠くまで運んでくれるんだ。逆に空気が乾燥していたり重かったり憂鬱な雰囲気はダメだ。詩人だけでなく、それは竜にも失礼でしょ。なるほど、海風もしくは高いところを吹く風だな。演奏に向いてるところは星落としの湖から東、砂浜の南に山地がある。あ、こないだお前が寝てた砂浜だよ。山の伸びる方向に沿って登ると星拾いの崖というところに着く。詩人、君が希望する海風も高いところを吹く風もそこでなら条件を満たせるだろう。ふむふむ、星拾いの崖ね。確かにいいところだね。僕の歌声にふさわしいよ。では準備して星拾いの崖に集合しよう。みんな遅刻しないように。了解だぜ団長。あ、すまない、つい。
だから。マジ？